どうも、ラオチンでーす。メガテン5やっていきまーす。よろしくお願いします。さあ、今日ですけども、主人公の必殺技は何が一番強いのか、これを検証していきたいと思います。未だにね、主人公の技、何が正解なのか分かっておりません。今日は、全13種類かな。それぐらいあると思いますけども、その必殺技の中で一番強いやつを探していきたいと思います。では早速行きましょう。それではまずはこの技からやっていきましょう。プレロマ系は入れておりません。技だけを入れて検証していきますね。これはそんなにダメージはないと思います。攻撃する相手はヒュドラですね。ヒュドラが一番耐性が低そうなのでこいつを選びました。ではいきます。こんなもんですね。はい、では次の技いきましょう。次の技はこれですね。万能属性なので使いやすいかもしれません。単体に注意力の万能ですね。どれぐらいいく？いや、派手じゃない、全然派手じゃないぞ。次に行きましょう。強雷ですね。単体に大力の電撃属性となっております。どれぐらいいくんでしょうか。あんまり強くはなさそうだけど。ヤクサのイカブチよ。会心だったらヤクサのイカブチよ。これぐらいか。次はこれ、なんて読むんでしょうか。ジンヤライかな。敵全体に大威力の万能属性ですね。全体だから結構使いやすそうですけども、全体はあんまり火力が伸びないんですよね。かっこいい。あー、やっぱりこんぐらいか。次の技もなかなか読みにくいですね。能力としましては単体に大威力の呪殺攻撃で確率で毒を与えるというやつになっております。ダメージはそんなになさそうですけども。罪ごとよ。おお、次の技いきましょう。この技は結構使いやすくって使ってたんですよね。敵全体に特大威力の氷属性で相性を無視して貫通するので使いやすいんだよね。まあダメージはそこまではない気がするんだけども、いってみましょう。あー、やっぱダメージこんなもんか。それでは次の技、さっきと同じく氷結属性の攻撃になります。ヒュドラがね、氷結弱点だったんですよね。なので、今回は除火に攻撃をしてみます。防御力はあまり変わりはありません。耐性もないのでうまく測れると思います。この攻撃は敵全体にランダムに3から7回の消威力の氷結属性となっております。さっきの技、あれ威力低かったのね。弱点であれだけなんで。ではこれいってみましょう。7回引くとだいぶ強いんだろうけどね。まあ、1回のダメージはどれぐらいでしょう。なるほど。では次、この技が大本命ですね。村雲。単体に力依存の特大威力の万能属性でクリティカルの時に威力が上昇するですね。これ使ってる人多いのではないでしょうか。でもね、これ一回使ってみてちょっと微妙かなって感じたんですけども、まあまあまあ、どんな感じでしょう。ラクモ。おー、それでは次の技ですね。これが今私が使ってる技になるんですけども、敵単体に力依存の消威力、衝撃属性の複数回攻撃で攻撃回数は自身と対象の速によって変化するなんですよね。
こちら即999なので、最高の攻撃回数が出ると思ってます。はい、これ結構強いんでおすすめなんですけども、実際どれぐらい強いんでしょう。はい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 、次の技は天球花風ですかね。敵単体に中から特大威力の万能属性で、対象の能力低下効果が多いほど威力が上昇する。これもねそこそこ強そうなんですけども、使ったことはないんですよね。行ってみましょう。行く弓よ。おー、なるほど。行く弓よ。この技はちょっと使いにくいんですよね。前のターンで敵の攻撃を回避してないと使用することができない。まあその縛りがあるから結構強いのかもしれませんね。単体に4回力依存の注意力の浜攻撃ですね。さあどれぐらいの威力があるのでしょうか。天元なり閃光の如し。それでは専用技残り3つとなってきました。ひと修羅の技ですね。死亡遊戯とジャベリンレインとあと晩餐ですね。まずはこれからやっていきましょう。確実にクリティカルなので、使いやすいかな。どうでしょう。エフェクトってないんですね、死亡遊戯。まあまあいいけど。で次ジャベリンレイン行ってみましょう。ああクリティカルを出さなきゃいけないので会心を入れて、どれぐらいいきますかね。技封じが確実に入ったら面白いんですけどね。ひと修羅の技って技にエフェクトないんですかね。すごい地味。で次、これが最後ですね。晩餐です。 MP 効率がすこぶる悪いですけども、どうなんでしょう。特大威力を全体、そして相性無視となっております。どうだ。はい、ということで今日は主人公の技の強さを比べてみました。結果ですけども、万能属性でクリティカルの時にダメージが上がる村雲が使いやすいとは思うんですけども、衝撃属性ではあるんですけども、月風錬人、これが、速度999になると、村雲よりも強くなるんではないかなと思います。まあ、敵次第なんですけどね。敵の速さが速ければあまり攻撃回数が増えないんですけども、まあ使った感じすごくいいかなと思います。まあただし衝撃属性なので吸収とか反射されることもあります。うん、でもいいと思うんですけどね。はい、ということで今日はこんな感じでした。ということでまたやっていきます。結構よろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。